はい、皆さん、こんにちは。定期テスト対策ね。論語、道徳祭礼というところですね。見ていきたいと思います。めっちゃ短い文章になるので、さっと終わるかなと思いますが、死、曰く、導くに。これが動詞になってますね。レテンついてるものっていうのは基本的に下に目的語を取るので、これというのが目的語になってます。これを導くに。そして、持ってしですね。持ってって動詞ではないんですけど、普段は。えー、しっていうふうに送り仮名がついてますよね。これ、左辺動詞のすという という風になるのでやはり動詞扱いとなりますで祭りごとのところが目的語になってますねし曰くこれを導くに祭りごとを持ってしというね性でもいいんかな性を持ってしの方がいいかもしれないですね えー、孔子先生は言いました「民を導くために政令や法律で行い」っていうねだから人民民というのをいい方向どっちかにこっちですよこっちですよっていう風に導くのに、えー、法律とか政令というものでやってしまうそうするとですね 整ふる。これが動詞になってます。で、これ、人民ですね、えー。人民を統御する、制御するっていう感じなんですけども。で、持ってすれば、ここね、すればという風になってますよね。動詞になってます。で、もう一個は、すればという風になってるので、仮定表現なんですよね。で、何を持ってかっていうと、刑、刑罰を持ってしてしまうと、って感じですね。民、人民というのは、これね、えー、逃れてというね、そして、なし。 ないいののだ外ることがとががうねなななしの後ろ主語になってますなんで、えー、これを整ふるに刑をもってすれば民、えー、逃れて外ることなしというふうになりますね人民を統制するのに刑罰を持って行うと人民は法令や刑罰から逃れさえすればよいのだというふうに考えるようになり何も恥じることはないっていうふうになります お生地の茎を使っててここはね単純接続純接的につながってますよねっていうのは押さえておきましょうでこれが一つの塊になってますで「導くに」に、えー、こっちがまた動詞になってて「人民を導く」に「もってする」今度は「得」というものをもってするとでそして「整ふる」「統御する」「制御する」何を「人民」をですねこれを「整ふるに」に で、持っっててすれば、今度は何かっていうと今度は霊ですね。霊というものをもってすればこれを導くのに徳をもってしこれを整ふるに礼をもってすれば人民を導くのに徳をもって行い統御するのに礼をもって行えばそれどうなんのかっていう話なんですけども、えー、ありて何があるのかしたでか これがねえ、あるっていう動詞、ないっていう動詞に関しては、下に主語が来ることが非常に多いので、ありて何が外ることがですね。で、えなし外ることでしたよね。外ることがないっていう風になってたんでね、一緒です。外ることがあり、かつ、さらにですね、至るという風になってます。はい。外ることありて、かつ、至るという風に講師先生は言いましたと。 恥じることまあだからどういうことかっていうと力で押さえつけようとしたりとか縛りつけようとするとその縛りつけからの抜け穴みたいなものを人間はすぐに探そうとするとだから別に心にね効いてるわけじゃないから心に対する統制っていうのは効いてないから別にね走るところもないから好き勝手また実はやるんですよと。 ただ、これを心に響くように徳を持って、うわ、この人にはついていきたい、すごい立派な人だ、という風な感じで人民を導いたりとか、あるいは仁義礼地の礼っていうことですけども、礼儀を持って、礼節を持ってね、えー、これを民、人民たちというのを投御するようにするとですね、うわ、自分は礼に反する行いをした。うわ、恥ずかしいわ、やばいわ、という風に思うようになって、結果、自分のことっていうのを ちゃんんととコントロールでできるるよようになるんですよとだから刑罰や、えー、政令法律で人間を縛るというのは間違ってるんだとあくまでも徳そして霊というねこのね霊説とか徳とかその人間の心にちゃんとね、えー、響くようなものとして、えー、人々は導かないといけないというお話です。なんでねこれがまただから他の喧嘩を売っていくことになるんですよ考え方。 えー、孔子以外にもねいろんな人がいるので当時の世界っていうのはいやいや法律がないと駄目だと人間っていうのは基本的に生まれてからもうね良くないものなんだとだから良くない方向に行くもんだからそれをちゃんと取り締まる法律がないとダメだとかねだからそういうふうに考える人たちもいるので、まあ、孔子先生の考えは、まあ、これ一つとして、えー、心っていうものに訴えかけるような政治を行うべきだとかっていうお話だと理解してもらえればいいと思います。 よろしいでしょうか、えー、非常に短いんですけども、これで終わりです。えーまあ、参考になればですね、また高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。えー、テスト勉強はね、ぜひ頑張ってください。バイバイ。